行くって。パナウル王国だよ。俺が描いたパナウル王国は与論島の友人たちによって現実のものとなった。すべてはレンの信用を取り戻すため。二人ともそこから逃げて。大きい声出し。本島を飛び出し降り立ったパナウル王国は予想の斜め上を超えたものだった。あれそうね。ガッ！ね、どうした？わからん？わからん。怖いんだけど。だから、私じゃサイルの代わりにならんかなと思って。ああ、そういうアピールだったのね。なんか。ケツに虫でも噛みついたかと思った。すいません。はい。あ、行くよ。もしもし。アキラ、久しぶり。お久しぶりだけど、お前同窓会くらい濃いでしょ。あ、悪い。忙しくて。やばいだろ。頼み事があるんだけど。パナウル王国作ってくんねえかな。は？だからパナウル王国作ってくれよ。そのパナウル王国っていうのはあの観光地の？違う、本物のパナウル王国だよ。ユキオ、お前売れなさすぎておかしくなったのか？レンがさ、学校でいじめられてるんだ。レン君が？嘘つきの息子だって。それで不登校になっちまって、さっきさパナウル王国に行きたいって言ってるんだよ。俺がパナウル王国を見たって、あいつは世界であいつだけが信じてるんだよ。明日世論に行く。は？あ、明日？シナリオはさっき書いて送った。どうにかレンがいる間だけでもいいからパナウル王国を存在させてくれ、頼む。お前バカ、いろいろ無理があるよ明日って。お前飛行機も予約した。バカじゃないの、せめてフェリーで来て。普通に時間ちょうだい。あ、すまん。いやいや、すまんとかじゃなくて、普通に無理だけどね。頼んだぞ。じゃあな。おい、行けよ。おい、サトロイ、マジでもユキャンばっかり、マジで。あの野郎。何？パナウル王国物語。さあ、うん、友達が涙ながらに嘘をつくのを手伝ってくれって言ってきたらどうするよ。どういうこと？明日沖縄本島からユキオとユキオの息子が来る。へえ、いいね。ただし与論島には隠された王国パナウル王国があるという設定を息子のレン君に信じ込ませなければならない。なるほどね。あ、でもアキラ、山下さんに PV 作り頼まれてたよね。そうなんですよ。無理じゃない？無理ですよね。おい、うるさい。ごめんなさい。バカじゃないの？本当だよ。すいません、ごめんなさい。あ、すいません。じゃあやるの、こんなこと。本当だよ。いや、じゃあ待て。俺にいい考えがある。あんたの考えはろくでもないから別にいい。音楽、そして映像との調和で、アキラがドキュメンタリー映画を作ってパナオルので、
レン君に見せれば絶対納得するでしょ。で俺が BGM をバカだから、うん、明日来るって言ってんでしょうが。明日映画なんて間に合うわけないでしょ。明日来るなら間に合いませんから残念。あ、いや待て待て待て、コウキあ、でかしたぞお前え、何それ。いや、撮るんだよドラマを。え、何ちょ、アキラちょ、ちょ、ちょ、どこ行くの。キャスト集めに決まってんだろ。ちょ、ちょ、ちょ、なんすか小池25,000、高っ。セリ、頼む。だから出ないって言ったでしょ。大丈夫、ちゃんと考えてきた。何これ。台本。台本？うん。この台本は俺が書いたんじゃなくて、ゆきおが書いたのね。うん。なんかこの台本はこう、ゆきお一人のためだけというよりも、やるわ。ゆきおには言いたいこともあるしね。明日からの予定はキャンセルする。マジ？大丈夫かな。大丈夫だよ、いいキャストがスロットだろ。本日はお集まりいただきありがとうございます。今から監督の方から説明がありますのでよく聞いてください。皆さんこんばんは、世界のアキラです。本日は世論観光特別ドラマパナールキングダムの出演者オーディションに来ていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。美しい。これから皆様には一組ずつ舞台上に上がっていただいて一芸を披露していただきます。その後我々スタッフ陣が相談を重ね皆様の配役が決まるというわけです。理解はできましたでしょうか。皆様一人一人の表情を見る限り非常にいい、非常にいい表情をしている。期待が持てそうだ。一組ずつ舞台上へお願いいたします。ああ、じゃあ一組ずつお願いします。お願いします。でんでんむしむしを歌います。でんでんむしむし、でんだしむし森もつたか。大変次の方お願いします。お願いします。貞子のモノマネです。貞子のモノマネ。貞子もそんなしてやったか分かんないけどすごい。リナの特技の高速まばたきしたいと思います。高速まばたき、はい。こんな感じです。かわいい。 かわいい。 OK、 ありがとうございました。高速腕立て伏せ。高速腕立て伏せ、はい、はい、ありがとうございました。はい、スタースター錦野明、はい、スター西平、
西平さんですね、はい、西平さんね、はい、サーディカ、あ、そう、サーディカ、วันนี้เพื่อนบอกว่าวันนี้มีเฟสติวัลก็เลยมาแต่ต้องไทยด้วยไทยซาดิคับไทยด้วยนี่ฮงโกไม่ค่อยรู้จักค่ะนี่ฮงโกไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยรู้จักขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากจบแล้วเหรอขอบคุณมากแค่นี้เหรอขอบคุณมากหนูไม่ได้ทำอะไรเนาะไทยจีนเซ่นะ I'm gonna go home and I kind of want to go to the festival because we're gonna try like that. You know how they have that apple candy with the candy bun and I come here like I see people with sunglasses and they're like singing and dancing and I don't really know what to do because like I see all these songs. もうお願い、お願い、もう外国人じゃん。What's your name? 宮里です。あ、宮里さん。あ、日本人です。歯磨き上手じゃない人確かに上手ではなさそうでしたね、うん、名前はなんていうのかな千尋です千尋ちーちゃんだちゃん合格ですおいおいちょっと読んでほしいセリフがありましてね、じゃあちょっと、ね、この丸つけられてるところ読んでくださいはい回ってる大丈夫回ってる、うん、OK 行きます別れようちょっと待って私やっぱりアキラがいないと生きていけないちいちゃんアキラの子供が欲しいああ、アキラー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 はい、ここにいる皆さんお三方全員合格です、うん、それまあ配役の、まあ、説明からすると老婆役ですで、運転手役ですでちーちゃんはぶっちぎりの女神超女神はい大本ですはい大本ですはいインカムこれで監督からの指示が来るのでお願いしますあ、あ僕にこんな大役できるんでしょうか。ああ大丈夫、作戦は、こうですまず、明日雪男と主人公の少年役レン君がここに到着します、そしたらあごめんなさい、名前なんですか島ですあ島さん、島さんが軽自動車で迎えに行ってください、その後パナウル王国の話をして国王に会いに行くという話をしてください、できるかなでその後我らが女神役のちーちゃんが3人と合流して幸男とレン君にパナウルの不思議な力を与えてレン君を喜ばせたら、パナウルの玉座に向かってくださいその後別の役者が待機してますから、うん、わしも大きい役が欲しいんじゃがのおばあさんは後からありますからねもう一度言います明日幸男とレン君がここに到着します彼らの前でカメラとか台本の話をするのは NG です彼らの自然なお芝居が崩れちゃいます無理があるでしょうよろしいですかさあ皆さんいよいよ明日ですよお芝居の準備はよろしいですかはーい、OK 頑張りましょうね、よろしくお願いしますドクロじゃん、うん、あのこれで大丈夫なんでしょうか。おお、いいんじゃない。みちこなんか他にあるの。ああ、急に用意しろって言うから、マシンの時の小道具とかしかないのよ。何これ。あ、青年会の余興の衣装だ。着る？死んでも着ないわ。死んでもね。あきら、あきら、あきら。はいはい。そろそろフェリーの時間だえもうその時間マジかよおい待てオッケー忘れ物来たからさ中止して沈没ねえ今帰ったやだ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 この話も聞いてもああ
よし志麻さん、ゴー、あ、もういいや。長旅ご苦労さんです。もう目が入んないとかありえないんですけど、本当に素晴らしいですよ。本当覚えてるよ。チェックポイント追加しました。了解。あとはちいちゃんが、ちいちゃん帰っちゃった。 What? どういうこと？ちいちゃん、うん、気持ち変わっちゃったの？どうだ、どうしてかな。うん、ちいちゃんおかしい。ちいちゃん待って、ちいちゃん好き、ちいちゃん好き、待って、ちゃん出せない、ちゃん出せない、あんた知ってるやつだって、だって取られた、取んなよ、取っちゃねえよ。どうすんだよこっから。わしがやるよ。ばあちゃん、なんでこんなとこいんの？やらせてください監督さん。やらせてって、いいじゃろ。いいじゃん。いいじゃろうじゃねえよ。お二人が来ることをパナ、ここ様は知っていました。わかりました。じゃあおばあちゃん、杖持って下の方で倒れててください。で、島くんが来たら助けてもらってください。わかりました。そしたらお礼をすると言ってください。わかった。みちこ、杖ある？やったじゃん、ばあちゃん。やっとゲット。これから。ありがとう。これ持って下の方で倒れてて、島くんから助けてもらってください。わかりました。わかった。じゃあ話して。話する。島さん、ちょっとちいちゃん来れなくなっちゃったみたいで、ばあさん転がしとくんで助けてください。あ、わかりました。わかりました。あ、すみません、なんでもないです。あなたは信じてくれていたでしょう。大丈夫ですか？助けに来ました。あ、自分で立ちます。さて、サイタラー様は踊り食いが苦手じゃ。殺して、さばいて、刺身にして盛り付けてやろうか。相当な役作りをしてると思う。
あ、でも、ばあさんの暴走で数字書きは変わったけど、おそらく蓮くんは信じたでしょう。まあ、トラウマにならなきゃいいけどね。で、どうする？二人助けないと。で、どうする？二人を助けないとじゃねえよ。お前らのばあさんのせいでこうなったからな。ばあちゃん、黙ったろ、お前ら。お前ら何やってるの？ああ、こんにちは。はい、こんにちは。ちょっと撮影してまして。はい、あの友達の結婚式のちょっとビデオレターの撮影で。じゃあ俺も出ていいんですか？ああ、すいません。余興で、はい、頑張ってください。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。サリー。何？ちょっと一肌脱いでくれんか。さゆりは女優。いってらっしゃい。どうぞ。アキラ。他に敵は？いや。お姉さん、ありがとう。あんた誰？お姉さん、ヒーローなの。私はヒーローなのかしらね。今はわからないわ。今は分からないわ。謎の女ってことにしといてちょうだい。謎の女ってことにしといてちょうだい。うん、最高でした。ありがとう。さあ、ぶっ飛ばすよ。すみません。お姉さん、名前教えてよ。名前？名前ね。名前は。私の名前はさゆり。パナウルのドラゴン猫だ。私の名前はさゆり。パナウルの泥棒猫とは私のこと。私はヨロン島のプリンセスって言ったじゃない。素晴らしい、最高でした。最高、オッケー。なんでみんないないのよ。あちらに移動しましょう。夕日を見て、その後にあっちにあるマンションを見て一言、あれそうねと言ってください。オッケー、行きましょう。どういうこと？行きましょう、行きましょう。はい、おばあちゃんは、おばあちゃん、おばあちゃんに行きましょう。はい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 、はいどうぞね、はいはい、はい、本番行きまーす。ちょっと待って、行きますよ。待って、オッケーオッケー、よーい、あれそうね。ガッ、オッケー。何がオッケー？素晴らしい、素晴らしい、オッケー。何？オッケー、最高。
あらあらあら、芝居が硬いですね。結局あんたの行き当たりばったりじゃない。すいません、私買い出しあるから先に帰るね。ああ、ありがとう、うん、明日9時にここに集合ね。オッケー。おーい、お疲れ。ねえ、ゆきおはどこにいるの？ああ、コウキが送ってったよ。うん、ちょっと、どこが硬いのよ、私の。見ますか？このね、6秒あたりからカチンコチンなんですよ。はあ？送ってくれてありがとう。いえいえ、パナオル王国のことを知ってる方は珍しいですからね。サユリお嬢様から聞いたときは驚きましたよ。君はどういう人なの？私はサユリお嬢様の忠実な召使いです。あれ、サユリって泥棒猫じゃなかったっけ？あ、いろいろな面があるんです。ありがとう。ちょっと明日王宮へお連れいたします。朝8時にお迎えに上がります。ゆえお、山下さん、お疲れ様です。アキラ、はい。今日どんな撮影したんだよ。今日っすか？今日は親子が誘拐されて、女泥棒猫が出てきて、まあそういうなんか成り行きみたいな感じで。おい、こんな台本でこの島の魅力どうやって出すんだよ。すいません、それは今から撮影中止だ。撮影は中止。出発だ。全然納得はいってないけど、島のみんなが協力してくれているのは嬉しい。特にミチコ、なんかごめんな。3人目